ジョン・ヘンリー・ボーナムは、イギリスのミュージシャン。同国のロックバンド、レッド・チェッペリンのドラマーとして知られる。愛称はボンゾ。息子のジェイソン・ボーナムもロックドラマーである。身長179センチメートル。ウスターシャー州のショート市で立地で生まれる。5歳でドラムを始め、空箱とコーヒー缶で作ったドラムセットを使って憧れのジーン・クルーパや、 バディリッチの叩き方を真似ていた。10歳でスネアドラムを15歳でプレミア社製のドラムセットを手に入れ、地元のドラマーたちからアドバイスを受けながら練習に励んだ。ウィルトンハウス公立学校を出た後、建設業を営む父親、ジャックの下で見習い大工として働きながら、地元の複数のバンドでドラマーとしてプレーする。1964年には彼にとって、 初めての本格的なバンド、テリーウェブザ・スパイダースに加入。同じ頃、後に妻となる、パッド・フィリップスとキダー・ミンスターで開かれたダンスパーティーで出会う。また、バーミンガムのバンド、ザ・ブルースター・トリオやシーズ・アモッドのヒットシングルを出したザ・セネターズでもドラムを叩いた。こうして様々なバンドで経験を積むうちに、ボーナムはドラムを本業にすることを決意する。 彼は次第にイギリスで最も大きな音を出すドラマーとして評判となりパワフルな演奏でドラムヘッドを打ち破ったりあまりの音量の大きさにクラブからは演奏を止めるように言われたりするようになっていた。そんなある日、ボーナムは旧友のロバート・プラントと再会し当時ロバートが在籍していたバンド・オブ・ジョイというバンドにドラマーとして参加することになる。 バンドオブジョイではいくつかのデモを作ったものの、アルバムをリリースするまでには至らなかった。しかし、ここでの活動が、ボーナムの人生の転機となる。1968年当時、解散目前のヤードバーズを率いていたジミー・ページは、新ボーカリストとして、ロバート・プラントを迎える。ドラマーの候補には、プロコル・ハルムの B.J. ウィルソンや、セッションドラマーのクレム・カティーニ、エンズレー・ダンバー。 さらには、ジンジャーベーカーの名前もあったが、プラントの紹介でページは、ボーナムの存在を知る。1968年7月、北ロンドンのハムステッドにおけるティムローズのステージで、ドラムを叩くボーナムを見たページは、即座に彼をヤードバーズへ加入させることを決めた。しかし、当のボーナムは当初、ヤードバーズへの参加には乗り気ではなく、プラントとバンドのマネージャーのピーター・グラントの両名が、 合計40回近くにもなる電報や電話、直談判等での説得を行い、なんとか加入させるに至った。ページ、プラント、ボーナムに、ジョン・ポール・ジョーンズを加えたヤードバーズは、ニューヤードバーズのバンド名義で1968年の9月に北欧を回り、その後レッド・ツェッペリンと改名して、同年12月から最初のアメリカツアーを行った。このツアーの最中、ボーナムは、 バニラファッジのカーマインアピスと友人となり、アピスからラディックのドラムを紹介された。それ以降、ボーナムは一貫してラディックのドラムセットを使うようになった。当初はアピスと同じ26インチのツーバスのセットを使っていたが、ある日の練習中にジョン・ポール・ジョーンズがバスドラムを一つ隠してしまったため、その後はワンバスのセットを使うようになった。七十年代に、 ロサンゼルスに住んでいたリンゴスターと親しくなり、リンゴの家に押しかけては、問答無用にプールに投げ込んでいた。リンゴは、ビートルズからの手紙で証しその急止を悼んでいる。ボーナムの墓ボーナムは、その破天荒な行動とは裏腹に、大変な愛妻家であり、良き父でもあった。しかし、あまりにも、家庭を大事にしていたため、家や家族から離れて長いツアーを行うことを嫌っていた。 彼は、ホームシックと重度の飛行機恐怖症を紛らすために、しばしば深酒をしていたが、彼の酒癖は、次第にひどくなっていった。それは、ボーナムの見た目が、ェッペリンとしてデビューした当時はスリムな体型だったのが、年月を経るとだんだん太っていくことでわかる。1980年9月24日、ボーナムは、ェッペリンのアシスタント、レックス・キングとオールドハイドホテルで落ち合い、 近く行われるアメリカツアーに向けてのリハーサルのため、ブライスタジオに向かった。ボーナムは途中で立ち寄ったパブで、シングルで16ショット相当のウォッカを飲み干し、スタジオに到着してからもさらに飲み続けた。リハーサル終了後、ウィンザーのペイ自宅でパーティーが行われたが、そこでもボーナムは飲み続け、酔いつぶれてベッドに寝かされた。翌日、 ツアーマネージャーのベンジレ・フェブレとジョン・ポール・ジョーンズがベッドで死んでいるボーナムを発見した。死因は土砂物を喉に詰まらせての窒息死であった。検視の結果、多量の飲酒により排水死を引き起こしていたこと、アルコール以外の薬物反応はないことが分かった。その後遺体は火葬され、遺体は1980年10月12日、彼の農場近くのラショック教区墓地に埋葬された。 不慮の出来事で偉大なドラマーを失ったツェッペリンは、同年12月4日に解散声明を発表した。後に、息子のジェイソンは、父と同じくドラマーになり、1988年以降のツェッペリン最終決の際には、メンバーの一人として演奏している。ドラムスタイルの特徴は、天国への階段、移民の歌や、レビーブレイク、オーシャンなどに顕著に現れている。また、 カシミールやアウトオンザタイルズでの個性的なドラムプレイによって作曲者の一人としてクレジットされている。三連譜の一拍目を抜かしたファンクや R&B 的ないわゆる頭抜き三連の演奏は彼の代名詞の一つ。デビューアルバムの一曲目のグッドタイムズバッドタイムズにおける頭抜き三連のバスドラムで聴き手に強烈な印象を与え、そのあまりの速さに誰もが ツーバスでの演奏だと思うが、実は、ワンバスでの演奏だったことは有名なエピソードである。ボーナムはインタビューで、ジェームズ・ブラウンなどのファンクを愛聴していると述べており、クランジンなど後期のアルバムの収録曲では、ファンクの影響を受けたドラミングを聞くことができる。また、t o の初代ドラマーであるジェフ・ポー・カロは、ロザーナにおける、ハーフタイムシャッフルのリズムパターンは、レッド・チェッペリンの、 フール・イン・ザ・レインでジョン・ボーナムがプレイしていたものが元のアイデアなんだと語っている。レッド・チェッペリンのベーシストで共にリズム体を構成していたジョン・ポール・ジョーンズはボーナムのプレイをこう分析している。彼はものすごく音楽性豊かだった。たくさんの音色を持ったドラマーだったよ。彼のことを単なる蛇に叩きつけるドラマーだと思っている人が多いけど、実は彼は 様々なフレーズやフィルを叩いていたんだ。単なるありきたりなバックビートを必要とする曲でない。限り、単純なビートを叩いて満足するドラマーではなかったね。そして彼は、自分の周りで起こっていることを常に意識していたんだ。常に聞いていた。僕たち全員がそうだったんだ。ライブでは、全員が、互いの音を聞き、互いを見つめている。そうすることによって、全てがすごく。 タイトになっていく。チェッペリンは誰でも曲を好きな方向へ持っていくことができたし、みんながそれについてきてくれることも常にわかっていた。まるで鳥の群れがいて、一羽の鳥が別の方向へ飛んでいくと、突然群れ全体が向きを変えるような、そんな感覚だったよドラムを叩いている時にうなり声を上げたり叫んだりするのが彼の特徴の一つであった。また、ライブでは曲によっては、 バックボーカルを担当することもあった。1973年マディソンスクエアガーデンジョン・ボーナムのシンボルマーク。ありがとうございます。